学務熱は中国の地球科学者、極地探検家。中国では極地則への父と呼ばれている。中国隊として初めて南極及び北極に到達したうちの一人で、生涯で11回の極地探検を行った。武漢大学の教授で、地球科学に対する貢献から南領なに、力金の賞を受けている。1939年7月15日、厚生章。 こう豊かに生まれる。当時は日中戦争の真っ只中で幼い頃に祖母と父を日本軍に殺されている。自らは牛飼いとして生計を立てた。戦後、中華人民共和国が成立した後の1950年、村に小学校が開設されたので11歳にして初めて就学した。優秀だった彼は1960年に 武漢大学即衛学院に入ることを許された。1965年に天文学と即地学の学位を取って卒業した後、軍事学校と母校の武漢大学即衛学院で教鞭を取り、即地学と地球情報学を教えた。頂上基地1984年、各率いる中国発の南極遠征隊に加わり、即地チームを率いる。 この遠征隊は1985年2月20日に中国最初の南極観測基地である頂上基地を建設し、即地チームは1600以上に及ぶ地点を観測した。4年後の南極遠征にも参加し、中山基地を建設した。1999年に中国が初めて北極へ観測遠征隊を派遣した際も60歳の高齢ながら参加している。 彼は三つの南極基地建設と最初の北極遠征に関わった唯一の科学者だった。生涯全体では11回の極地探検を行った。うち7回は南極で残り4回は北極に赴いている。南極遠征の中で300もの地名を命名している。例えば南極における最初の中国語地名、長城湾は彼の命名によるものである。 学務ねしんは、国際ユーラシア科学アカデミーの会員で、中国南極測影研究センターの即地名誉、委員長である。彼は何両なに、力金の地球科学部門をはじめ、数多の受賞歴がある。引退後は一般向けの科学書を執筆した。また、中国各地の大学や学校で、600回以上に渡り局地探検に関する講演を行った。 2019年2月21日、武漢大学、中南委員で死去。ありがとうございます。